ワンピースが大好きな神木です。今回はですね、ロードポーネグリフですね、その最後のまだ見つかってないものはどこに存在しているかっていう、その可能性をたくさん探っていこうかなと思います。まあロードポーネグリフですね、最終地点ラフテルを指すためのまあ地図みたいなもんですよね。今ルフィはですね2つ手に入れております。そしてこのワノ国編でおそらく3つ目っていうのを手にすると思います。3つ目っていうのがまあカイドウが持ってるって言われてますので、おそらくそこで手に入れると思います。であと1つっていうのは存在が今分かってないんですよ。皆さんはこれどこにあると思われますかね。でどこにあるかによってワンピース、ルフィたちの冒険ですね、これから先どういう進路を辿っていくかっていうのが決まってくると思いますので、まあ、いろんな可能性があるんですけども、ぜひ皆さんのですね考えとかもコメント欄に書いていってください。でこのチャンネルではですね、ワンピースの考察とか伏線、最新話の感想ライブとかをやっておりますので、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。はい、まずですね、ポーネグリフをおさらいをしたいと思います。ポーネグリフっていうのはですね、ワンピースの世界に全部で30個ですね、散らばってると言われております。その中のロードポーネグリフが4個なんですよね。で、リオポーネグリフが9個。そして残りの17個が、まあ普通のポーネグリフっていうことで、それを読み解きながらといいますか、集めながらルフィたちは冒険しているっていう側面もあるわけなんですよね。で、そのロードポーネグリフですよね、その一つ一つにはですね、ある地点が書いてあるらしいんですけども、地図上でその地点を見て、その4つをですね、結ぶと交差するところにラフテルがあると言われておりますけども、ロードポーネグリフですね、まあ4つともですね書かれてはいるんですね。1つ目がですね、まあ象ですよね。象のモコモコ王国、クジラの森の中にあったクジラの木ですよね、の中に1つありましたね。でそれをまあルフィたちは持ってるわけなんですけども、あの真っ赤なやつですね。で2つ目がホールケーキアイランドのお城の中の宝物の間にあったんですよね。でこれもホールケーキアイランドに行った時にブルックが写しを撮ってきました。ということでこの2つをですねルフィはもう持ってるわけなんですよね。で3つ目がさっきも言ったようにこの和の国ですね、おそらく鬼ヶ島にあると思われるんですけども、カイドウが有しているということですね。なのでこれはまあカイドウをやっつけると自動的にと言いますか、自然な流れで手に入れるロードポーネグリフだと思います。でもちろんカイドウに勝つとまあ信じておりますので、ルフィはもう3つ持つことになるんですよね。これかなり海賊王に近づくパターンだと思うんですけども、残りの1つですね、残りの1つは実は魚人島にですね昔あったんですよ。それがオデンとロジャーの過去編で出てきたんですけども、魚人島ですね、海の森には26年前にはですね、ジョイボーイのこう謝罪文みたいなのがあったポーネグリフがあったと思うんですけど、その横に赤いロードポーネグリフがですね存在してたんですよね。で26年前はあったのに、まあルフィたちが行った時にはもうなくなってましたよね。なのでおそらくこの魚人島にあったロードポーネグリフが存在が分かってないものなんですよね。はい、これがですねまあどこに行ったかですよね。考えるのはですね、魚人島にあったものをですね26年前から現在までの間で誰かが盗んで持っているか、誰かがどこかに持っていったパターンだと思うんですよ。それをもとにですね考えていくとですね、まあいろんな可能性が浮き上がってくるんですよね。一つがですね、シャンクスが持っているパターンですね。もちろんですね、四皇のカイドウとビッグマムが持っているくらいですから、まあ残りの四皇の代表格であるシャンクスが持っていても全然おかしくないわけなんですよね。レッドフォース号に積んでいるんでしょうか。まあそれを持って、シャンクスっていうのは旅をしているのかもしれません。でもそう思うとですね、シャンクスもロードポーネグリフを集めてるっていうことになりますので、もちろん集めてるとは思うんですけど、これからですね、ワノ国に来てしまうパターンっていうのも考えられるかもしれないんですよね。カイドウが持ってるっていうのはおそらくシャンクスも知ってると思うので、やってくるんでしょうか。ただですね、世間的にカイドウとビッグマムが持ってるっていうのは知れ渡ってるわけじゃないですか。一部の人には知れ渡ってるっていう感じだと思うんですけど、シャンクスがなぜ知れ渡ってないのかっていうのは謎なんですよね。ロードポーネグリフっていうのは、あとはカイドウとビッグマムが持ってるっていうくだりがあった時に、そこでもシャンクスの名前を出してもよかったのに出されてないっていうのは、やっぱりシャンクスは実は持ってないというか、その情報がですねまだ広まってないっていうことになるのかもしれませんね。二つ目の可能性としては、聖地マリージョアにある、これですね。もちろん世界政府の偉い人たちも海賊をラフテルには連れて行きたくないはずなんですよね。なのでロードポーネグリフの一つを持っとけば、誰も海賊王にはなれないだろう、ラフテルにはつけないだろうということで、魚人島に行って立場がすっごい上ですので、無理やり持って行ったのかもしれません。ちょっとこれ可能性あるかわかんないですけど、そのドフラミンゴが行っていたマリージョアにあるですね秘宝がですね、最後のロードポーネグリフっていう可能性もですねあると思うんですよね。その存在自体ですね、世界を動かすというか、その情報が広まっちゃうと、四皇クラスの人間がマリージョアを攻め込むっていうことになるので、世界を揺れ動かすじゃないですか。なのでもしかしたらそれをドフラミンゴが知ってて、あの場面で言ったのかもしれませんね。まあ世界政府の偉い人たちが新たな海賊を生まないために自分のところで有してるパターン、まあこれも十分あり得ると思います。3つ目の可能性としては、白ひげの船に乗ってるパターンですね。もしくは白ひげの縄張りにある、いかがでしょうか。巨人島はですね、白ひげは縄張りにしてましたよね。で20年以上前から縄張りにしてるっていうことで、26年前には巨人島にあったので、まあそれ
れから後にですね白ひげは縄張りにしてるんですけども、縄張りにしてるぐらいだったらですね一回白ひげはもう来てますし、そこでロードポーネグリフを縄張りにする代わりにくれっていうことでもらって自分の船に乗せてると。でモビーディク号もビブルカードで明かされたんですけども、まだ実は健在してる、停泊してるっぽいっていうので、その中に乗ってる可能性っていうのもあるのかもしれません。それかまあ白ひげっていうのは縄張りをたくさん持ってるのでどこかの島に隠し持ってるというパターンもですね、これは現実的にあり得るなと思いますけども、いかがでしょうか。4つ目ですね、黒ひげがすでに盗んでいるパターンですね。黒ひげはですね虎視眈々と海賊王を狙ってます。なのでラフテルにもちろんつきたいと思ってて、ラフテルにつくにはどうしたらいいかっていうのをおそらく最短距離で考えている人物ですので、ロードポーネグリフをですねどう集めようかっていうのも効率的にですね考えていると思うんですよね。なのでもう魚人島で盗んでしまって今持っているということはですね十分あり得ると思いますね。ただですねこれだとルフィたちが魚人島に行った時すでになかったので、そのことをねデンさんとかですねネプチューン王が言いそうな気するんですよね。実は何年前に黒ひげっていうやつがいて、そいつはね白ひげの仲間だって言うからあそこまで歓迎してやったのにロードポーネグリフを奪うためにね来てたんだみたいなことを言いそうな気がするんですよね。でそういうことをやりそうじゃないですか。だけど全然そういう描写がなかったのは違うのかなって思うところありますけども、これもですね果たしてどうなんでしょうかね。次のパターンとしてはですね、行けそうにない島に実はあるパターンですね。例えば雷神島ですね、まあ雷がいっぱい降ってるんであそこの中っていうのは謎ばっかりじゃないですか。なのであそこにあるとかですね、他にはゾウと同じくログポースでは行けない島にあるっていうですね、この可能性もあると思います。まあとある空島とかですね、全然ログが貯められないような時期を持ってない島、シャボンディ諸島とかですね、そういうところの可能性もあると思います。なんせ今まで誰も見つけてないと思われますし、見つけてたにしても本当に行けない場所ですね。 NS ロビーの真下とかですね、空島でもバロンターミナルとか多分おそらくログポースでは指針が示さないところですので、そういったところにですねあると面白いなと思いますね。はい、皆さんはどこにあるとお思いでしょうか。続きまして、皆さん誰がですね最初にロードポーネグリフ4つ全て揃えると思いますかね。まあ4つ揃えるイコール次期海賊王にですねもうかなりもうイコールだと思うんですよね。モルガンズがですね、まあ最悪の世代からですね海賊王生まれるんじゃないかっていうのを言ってましたけど、それに習うならやっぱりルフィもしくはですね黒ひげがなっちゃうんじゃないかなと思います。黒ひげが一旦海賊王になってそれをぶち壊してルフィが海賊王になることっていうのはすごくあり得るなと思いますね。で黒ひげっていうのはこれだけまあ自分の時代を築きたくやってきてますので、僕らが思ってるよりも狡猾な手段といいますか中東に冒険をやってるはずなんですよね。なのでさっき言ったようにも魚人島にももう取りに行ってたりして、まあ、レベリーでねあいつらに奪われるぐらいだったら俺が奪おうじゃないかっていうのは実はどっかのロードポーネグリフのことを言ってて、マリージュアのいざこざで誰かがいないとか知ったらそこに行きそうですし、ホールケーキアイランドでビッグマムがもうワノ国に行ってるっていう情報を掴んだらこっそりホールケーキアイランドに今忍び込んでてですねロードポーネグリフを奪うというですね、こういうことをやってる可能性っていうのはめちゃくちゃあり得ると思うんですよね。なので最初に4つ揃えるのは実は黒ひげなのかもしれません。でちょっとですねここからはかなり私の意見なんですけど、そのロードポーネグリフですね、ルフィはですね実はあのでっかいロードポーネグリフですよね、立方体のあれをですねそのまま全部サニー号に積みたいと思ってると思ってるんですよ。でロードポーネグリフっていうのはその写しをですね集めるのがまあ普通だっていうのを言われてましたけど、その下りがあった時ですねルフィっていうのはちょっと不満そうな顔をしてるんですね。なんかねルフィはその四角い立方体のあの重いやつをそのまま手に入れたいと思ってると思うんですよ。だからそれがなんかいかにもルフィっぽいじゃないですか。それをサニー号に4つ積んで冒険をしていくということがですねまさにルフィっぽいと言いますか、写しじゃ嫌だよって内心思ってると思うので、それをですね実現していく可能性っていうのもあるんじゃないかなと思うんですよね。でもしそうだとするならばもう一回ホールケーキアイランドに行って写しじゃなくて本物をまた奪ってたりしなきゃいけませんし、またゾウに行ってそれを譲り受けなきゃいけない、もちろんミンク族はくれそうですけどまた行かなきゃいけないっていうパターンですよね、っていうのが待ってるのでちょっとハードル高いのかなと思いますけど、ゾウだってあっちから来るパターンも今からありますし、ホールケーキアイランドもカタクリっていうですねいいライバルがいますので、実は未だ描かれてないカタクリはですね新しい船っていうか見知らぬ船に実はロードポーネグリフを積んでてルフィに会いに来てあげるパターンっていうのも十分考えられるのではないでしょうか。まあ、そうなるとねブルックとかペドロがね頑張って撮ったホールケーキアイランドの写しはどうなっちゃうんだと思うんですけども、そこはねペドロンもワンチャン生きてると信じて言っております。そうなると熱いですよね。なんかね思うんですよね、やっぱロードポーネグリフっていうかあのでっかいものを4つサニー号に積んでるところを見たいですね。そして海賊王になるともう真正面からですね、それが私の希望であります。はい、皆さんいかがでしょうか。
っていうことで、まあロードポーネグリフですよね。最後の一つが分かってませんので、どこにあるのかっていうことと、誰が手に入れるのか、そしてルフィはもしかしたらロードポーネグリフを全部そのものをですね手に入れたいと思ってるんじゃないかっていう話でした。ぜひ皆さんのコメントでロードポーネグリフに関することをたくさん書いていってください。ぜひよろしくお願いいたします。それではですね、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。また明日お会いしましょう。じゃんね。